釣りガチ勢の皆様、こんにちは。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回はですね、こちらのスプリットリングをね、使わないでですね、リーダーにね、接続する方法をね、ご紹介させていただきます。まあ、通常はね、こういう状態でですね、ここにね、これ、まあ、リーダーがね、こういうふうにね、これはね、ソリッドリングなんですけど、通常はね、ここにこうつくんですけどね、これの代わりにね、こちらのね、スナップがつきます。そのね、スナップをですね、通常はこういうふうにね、つけていただいてね、このような形でね、使用します。これはね、一番オーソドックスな形になりますね。今回はね、このね、スプリットリング、これをね、使わないでね、接続する方法をね、ご紹介します。まずですね、まあ、これね、このスナップによるんですけど、非常に硬いものもあるんでね、ご注意になってください。できないものもあります。中にはね、こちらのね、短い方のね、かかってるところも外しちゃいます、こういうふうに。両方外す形ですね。通常はね、こう両方ね、やって片方だけをね、こう外してこういう形で使うんですけど、ね、両方一回外してね、使うやり方ね、ご紹介します。これの場合はですね、ソリッドリング。これをね、これまあ8ノットで結んでるんですけど、これをね、もう直接、このね、外したね、短い方にですね、溶接リングを、つけちゃいます。こうつけていただいて、こちらを取り付けます。こういうふうにね、取り付けた上でですね、ここにねアシストフックをつけます。このようにアシストフックをつけていただいて、それからねメタルジグ、まあ、こういう形をね、取っていただく。そうするとね、スプリットリングは使わないでね、済みます。じゃあね、これの注意事項としてはですね、このね、スプリットリング、スプリットリングがですね、ちょっとね、これの場合はね、ソリッドなんですけど、ソリッドリングがですね、小さい場合はね、大丈夫なんですけどね、あんまり大きくしすぎるとですね、この部分にね、このようにかかってしまってね、トラブルの原因になる恐れがありますんでね、ちょっとね、小さめのものを使った方がよろしいと思います。こういう形ですね。非常にね、ルアー交換がね、楽という側面がありますね。こういうふうにね、ルアーだけを簡単にね、ソリッドリンクでも簡単に取り替えられます。こういうふうにね。こういう利点がありますね。あと、まあ、直接ね、結ぶっていう方法もあります。直接、スナップですね。まあ、どんな形も結構ですね。濡らしていただいてね。直接ね、縛っていただいて、アシストフックをつけていただいて、メタルジグ。そしてね、アシストとかね、こういったいろんなパターンがあります。ご自分のね、非常にね、やりやすい方法でね、作られるとね、また楽しい釣りがね、増えるんでは、釣り方がね、増えるんではないかなと思ってね、まあ、以前のね、付け方とね、また違う付け方をね、今回ね、ご紹介させていただきました。ご自分でね、工夫されるとね、
いろんな釣り方がねできますんでね、一度ねお試しになってみてください。向きなんかもね、こうご自分でね試されるとね、楽しい釣りができますよ。ついてる場合とかね、これに直接まつければいいだけですけどね、こういうふうにね。今回はね、このね、スプリットリングをね、使わないでね、このスナップだけで、取り付けるっていう方法をね、ご紹介させていただきました。それではね、皆さんまたね、お会いいたしましょう。さよなら。